東日本フレッシュマンズカップオープンの部決勝のチームを紹介します。まず上智大学フェイクス背番号14番、少々サボテンパラダイスフライテン勤務源島岳選手、背番号26番、収穫中なのに肌が白くなりません岡良介選手、背番号95番、眉毛日長さよっこら圭介選手、背番号8番、常に乳首が立っている山内涼選手、背番号91番、谷岡玉田陽平選手、背番号88番、福島玉谷渡選手、背番号25番、速攻と声村木穂高選手、背番号45番、壊れかけの膝滝本健太選手、背番号11番、アメリカでやってました八坂翔太選手、背番号23番、飛ぶ池田優選手、背番号37番、鉄球を持ったらそわそわします大川武雄選手、背番号17番、天然吉田翔輝選手、背番号9番、カット木村直樹選手、背番号56番、ガッツポーズ押し塚光平選手、背番号0番、第一印象上村弘樹選手、背番号59番、変顔馬場志光平選手、背番号1番、顔根本健選手、背番号42番、情報収集平沢信明選手、背番号15番、走ります小川慶太選手、背番号31番、強力盛りですけど頑張ります石川誠二選手、以上です。そして早稲田大学ソニックス中田亮太選手、背番号2番、兵庫県立尼崎稲園高校西上大輝選手、背番号88番、栃木県立栃木高校堀克秀選手、7番、江戸川学園取出浅岡大輝選手、背番号26番、早稲田大学高等学院高橋明選手、背番号0番、菅野高校佐久間元元選手、スタートです。ビッグコールがあった模様です。ディスクを持つのは上智大学キャプテン源島選手。
ナイスリー、おーっと惜しい。レオ選手、ロングシュートを取るか、取るか、取るか、惜しい。早稲田大学ストリックス7番浅岡選手、ナイスファイトです。ナイスミト、パスがつながります。上司大学コールがあったものです。ピックコールがあった模様です。ディスクを持つのは上智大学岡くんです。ファールコールですかね。ファールコールですね。ナイスキャッチです。早稲田大学西中選手、ナイスディフェンスです。西中選手から井上選手、また西中選手に戻り、ロングパスがこれは通りませんでした。源島選手から岡選手へ、岡選手から同じ4年生の君野選手へ。ナイスディフェンスです。ナイスディフェンスです。今のはエンドラインまで戻らずにパスを出してしまったということで、こちらエンドラインまで戻ります。さあ早稲田大学エンドゾーンはすぐ近くです。ナイスイー